店は全壊というか全て流されまして、まあ周りの商店街全て仲間は店はなくなった状態になってます。津波の年ですから、その津波の年の12月1日に、大船渡さんの方と協力でこの仮設商店街を作ることができました。今現在、29店舗で29店の仲間と一緒に、ここで仮設商店街をやっております。これまで震災前にかなり、商店街というのは活動がちょっと弱くなってきて一軒一軒の売り上げも落ちてきてたわけですけれども、みんなで頑張っていけばいい商店街ができるんじゃないかなというふうに思っております。我々商店街というのは、土地の利用とかそういったこと全くわからない素人の集団ですので、大船渡市さん、それから UR さんと相談というか、そこの2つの方々に教えていただきいただいて新しい商店街を作ってまいりますので、まあ、これからもよろしくお願いします。